髪の癖やうねりが原因でヘアスタイルが思い通りにならない方も多いと思います。癖を伸ばしたいときは髪を上下にブロッキングしてアンダーから順にブローしていきます。特に浮きやすい部分は根元を少し濡らすといいです。5センチ程度の幅で毛束を取って頭皮にアタッチメントが当たるところでしっかり挟んでください。押さえ部が外側になるように挟み、ゆっくりと毛先に向かって滑らせながら内巻きに乾かしていきましょう。この時ゆっくりと一定のスピードですることで癖が伸びやすくなります。両側から髪をしっかり捕まえるので、ブラシで巻き込みながらドライヤーを当てるのと同じようにしっかりと引っ張ることができます。僕たちプロがやるようなサロン品質のブローを自宅で再現できます。温風の後クールショットに切り替えて冷風を当てるとツヤが出て持ちも良くなります。毛先から10センチくらい上を挟み込んで滑らせながらこのように巻くと綺麗に内巻きできます。毛先にジェルやバームをなじませると重みで自然なラインをキープできます。このサロンブローブラシを使えば癖毛でお悩みの方もツヤ感のあるナチュラルなヘアスタイルに仕上げることができます。Panasonic